きに登ったら気持ち悪くないですよ。そうですね。おいおいおい。ここ何ですかね。カンバテ、まあ、もしかしたら土日だけやってたりっていう感じなのかな。今日カンバの滝に来ました。真庭市のね、縁結び中に大きいキノコ型のなんかありますね。恋を叶えるあれですけど、行きましょうか。滝の茶屋、甘酒、飴湯。ただいま公園内にはいないって。まあいっか、まあ、紅葉まあ特になんか冬場によくこれ登ります。行ってみますか。どうですか、なんかその最近ジム通いで3ヶ月で10キロいけそうですか。そうですね、あでもちょっと3ヶ月で10キロにとらわれず結構やっぱきついですよね。無理したらいけるんですけど、無理してでも今後はそこも考えてゆっくり行こうかなと思って。あ、なるほど、はい、3ヶ月後ろもちょっと大丈夫ですか。あ、大丈夫です、全然。さらにものすごい坂が、足いきますね結構ね。あ、到着。登山あんましないですか。そうですね、有酸素答えますね。30歳、息登った息登ったら気持ち悪くないですよ。そうですね、コウモリがある。あ、ダメなんですか。いや大丈夫ですけどコウモリが、コウモリがある。
行きましょうか。弁当20分で消えます。どこまで行けるんですかね。怖くないですか。もう慣れてます。マジですか。当たってますか。終わりですね。あ、お金が。あ、なるほど。5円を。ここから入ることはできません。いや、この先になんか道があるというか狭いんでしょうね。そうですね。まあ、昔は多分行きようと人おったかもしれないですよね。まあ、普段猿いるんですけど、まあこの時期秋ですから、実りの秋ですから、多分他のところでご飯食べてるのかな。まあ大体冬場になったら結構降りてくるっていうか。本当に今日はもう本当に紅葉だけみたいな感じですよね。神場の滝の最終地点にやってきました。今回僕初めて来たんですけど、なんかこんな近くで滝が見れるとか初めての経験で、結構な階段を登って疲れたんですけど、すごいここに来てあのパワーをいただいて、ところによるとこうジェラートの選手権で日本第3位とか世界でもこう選手権に出て受賞されているようなソフトクリームで、ここにこれだけを食べに来られる人もなんかいるみたいなんで、めちゃくちゃ楽しみです。見た目がもうすごいレベルが高いというか、
すごい仕上がったフォルムです。じゃあいただきたいと思います。いただきます。めっちゃ濃厚。わすごいこれ、めっちゃくちゃ濃厚で、結構濃厚なんですけど食べやすい、クリーミーで口の中にミルクがすごい広がって、ヒルゼンのこう牧場の中に立ってるような、そんな気分になります。いや本当にすごいです。もう濃厚すぎますね、これはすごい。これは全然これやばいっすね、これ。この女子がすごい好きそうな。おお、すごい。食べ方難しいんですけど、これ多分割りながらいただくのかな。うん。あ、待ってくれたら分かるんですけど、そんなに濃くないというか、本当にそこのお豆が見える感じで。はい、では滝の茶屋さんで、滝を見終わった後でいいですか。滝を見終わった後にソフトクリームとぜんざいをいただいてきました。はい、結構なんか外から見ても内観がすごいおしゃれで、特にあの僕の好きな椅子のマットがギャベのマットだったんで、あの味は大丈夫だろうなと思っていただいたんですけど、あの結構ジェラート選手権でも、受賞されたジェラートとかぜんざいもすごく見た目が特徴的なぜんざいで、ランチなんかも800円とかすごいこう観光地なんですけどリーズナブルで、とてもこだわりがあって美味しい料理とか、デザートが食べれるので、この滝に来られた方はぜひ麓でこちらのお店行ってみてください。12月1月はちょっと一旦寒い時期お休みになるみたいなんですけど、また来られた際にはもし空いてたらぜひ寄ってもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。